公共曲第1番は、日本統治時代の朝鮮出身で、西ドイツ国籍の作曲家、陰意層が作曲した公共曲。作曲者の壮年期に近い66歳児の作品であり、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の100周年を記念して、当時のベルリン芸術大学作曲家教授として、移植された作品で4巻編成のオーケストラビの曲地を駆使した壮大なものである。 同時に移植されたヘンツェの公共曲第7番も大きな編成であり、演奏時間もほぼ同じであるのは移植者の要望に従ったものである。なおこの曲は正確には第1番ではなくて、単に公共曲愛とローマ数字で順番だけを与えている。ベルリンフィルハーモニー還元楽団100周年記念作曲賞の審査員招待作品でもあった。 1983年のベルリン。1984年5月15日、ベルリンフィルハーモニーザールにおいて、ラインハルト・ペータース式、ベルリンフィルハーモニー還元楽団により初演された。その後すぐに、チョン・ミュンフン式のザール放送還元楽団で、フランスや、初演時の指揮者で、オランダで、ロイヤル・コンセルトヘボー還元楽団で再演されている。約45分フルート4。 クラリネット4、ファゴット4、ホルン6、トランペット4、トロンボーン3、チューバ、ティンパニー1人、打楽器奏者3人、1剣水シンバル5、鉄筋、タンブリン、マラカス2、トライアングル2、2小太鼓、木筋、トムトム5、テンプルブロック5、ゴング5、3大太鼓、テゴング5、テンプルブロック5、ビブラフォン、タムタム2、小太鼓、ハープ、 言語部古典的な音楽章の構成であり、テンポの配分もそれに従っている。1987年に日本のレコード会社カメラータ東京の録音制作スタッフが平壌で近陛下式朝鮮国立交響楽団の演奏を録音したアルバムが国内に初めて紹介された。近年では浮川谷高尾式のポーランドのフィルハーモニアポルモルスカ、 ビドゴセシュでも全集版が出ているが、生前に録音されたのはこの2種だけである。ボーテボックシャのスコア、カメラアタ東京の CD 解説、当時の NHKFM の解説など、ありがとうございます。